おい、お前浮気しただろ。どうもゲーム仮面です。はい、セーブミーっていうね、これ海外のねゲームなんですけど、一筆書きで書いた壁を使って、主人公を、守んないといけないというゲームなんですけど、ここねいきなり難しいステージ紹介してます。これ何もしなかったら女の子がすぐ死んでしまうんですよ。うわ、こうやってね、あのハンターとかね、ステージによって障害物がいろいろあるんですけど、とりあえずこの鉄のね、この針がねめちゃくちゃ襲ってくるから、これで、はい、あー倒した、よー、ハンター倒したよ。はい、次のステージこちらです。おー、これ何もしなかったらもういろんな方向から敵がジャンプしてくるっていうステージですね。あ、これでいけた。あ、ダメだ、死んだ。いや、これ守んの大変だぞこれ。はい、頑丈に固めるしかないね。もう書けるところもう一筆書きまくって、もうもはや一筆じゃねえだろっていうぐらい、これぐらい頑丈にすればさすがに全方向から来ても、ほら、はい、クリアですね。はい、強引だけどクリアしました。はい、続いてこちらのステージは、なんと何もしなかったらこれいろんなやつがジャンプして襲ってくるっていう恐ろしいステージなんですけども、これは難しいね。バネを使って飛んでくるから、このバネを防がないといけ、ダメだ、全然防げなかった。はい、このバネをガッチガチに固めたけどダメだったか。お、なんかいけた、なんかいけたよ。なぜいけたのか分かんなかったけど、お、ここはまたすげえ数のハンターが、ハンターというか忍者がいろんな角度から襲ってくる。これ難しいぞ。この壁にね触れたら、ちょっとでも触れたら女の子死んじゃうのよ、そもそも。これで、あ、ダメだった、ダメだった。待って、こうやって防ぐ、これで意外といけるんじゃないかな。おギリギリギリ、なんとか壁にも当たらずクリアしました。これ意外とね、やったらハマるっていうアプリなんでね、気になった方はぜひやってみてください。以上ゲーム仮面でした。